FPS を下げるとスパグラが簡単になるという説を検証していきたいと思います。144、60、30fps でスパグラを100回計測して何回成功したかをカウントします。どうぞ。よし、ではやっていきます。勝ち取りたいもの、もまあし見た。はい、ではやっていきます。終了。100回中26回でした。よし、最後 30fps でやっていきたいと思います。いただきます。はい、終わりました。100回中25回でした。お疲れ様でした。結果は以下の通りです。 FPS が低いとスパグラが簡単になるのは本当でした。1フレームの時間が増え、入力の猶予時間が伸びるからだと考えられます。しかし起入力のタイミングも変わりました。高い FPS はしゃがみとジャンプ同時押しで良かったんですが、低い FPS だと同時押しという意識では成功しませんでした。明確にジャンプ、しゃがみの順番で押す必要がありそうです。FPS が低い方はフレームレートを意識して起入力をしてみてください。バイバイ。